はい、こんにちは、投資パンダです。今日はね、何について話そうかなと思ったんだけど、株、投資について話します。まあね、昨日もねちょっと投資について話したんだけど、なんだろうな、今ねすごいねこう株価が上がってね、まあサミットも終わってね、すごい期待値が高いんだと思うんだけど、期待がねすごい高いところで、その一気に株価が上がってるからって言ってみんな買っちゃうと、もうそっからね、なんだろう、上がらなかった時に暴落してくるわけじゃないですか。だからそこのリスクを考えると、今は別にねなんか買ったりとかね別にしなくていいと思うんだよね。だからそのもうちょっと待ってて、株安くなった時に買ったりする方がまあいいかもしれないですね。で、日経がこの前400円ぐらい上がって、で今日が20数円上がってます。まあね、20数円で本当にね微妙なところなんですよね。で、まあ僕はね、あんまり日経好きじゃないっていうかね、まあ以前から言ってるんだけど、日本企業ってね結局もうね外国人注目してないんですよ。っていうか日本の株って空売り専用にしてるから、結局ねその他の、なんだろうな、株価が下がった、中国の株が下がった時の、まあ、ヘッジ的に日本株、日経を売ってるとかね、そういうことが多いんで、まあ、そういう意味ではね、まあ、買い目的っていうかね、ヘッジで売り目的で使われてる可能性がね、結構高いので、あんまり僕は買おうとは思わないですね。で、まあ、それ分かってない人意外といて、なんかね、日本人は日本株を買えとか言って、すごい熱く語ってる人いっぱいいるんだけど、まあ、それはね、間違いです。日本人だから日本株を買えってね、どういう発想なのか僕には、全く分かりません。まあ、投資パンダとして分かんないですね。まあ、その、なんだろうな。確かにね、その熱意は分かりますよ。日本人だからね、日本の株、買ったらどうなんだっていうのは熱意はわかる。熱意がわかるけど、投資っていうのは勝たないといけないんで、その熱意だけでやっちゃダメなんですよ。冷静に判断して、勝つ。これがね、必要です。で、高いところで下手に手をつけちゃうとね、下がったらね、めっちゃ損するんですよ、本当に。20% とかね、10何%とか 20% とか、損しちゃうんで、それだったらね、下がったところで買った方がいいじゃないですか。いいっていうのはその利益が出るまでに距離が短いというかね、最短で利益が出るわけで、下手に高いところでポジションを持つっていうのはね、これ一番ね、まあ、やってはいけないこと、になります。で、まあ、もちろん高いところを取りに行ってさらに伸びたところで利確するっていう、まあ、そういう手法もあるんだけど、まあね、あんまりやらない方がいいですね。で、何についてだったっけ？そうそう、日経ね。まあ日経っていうのはね、外国人が買ってくれないとね、これ上がらないんですよね。だから外国人が買ってくれないと上がらないから、結局外国人依存してると。で、外国人って基本的に、さっき言ったように、日経をね、売りでヘッジしてるから、買わないんですよ。で、買うときって、一気に買うから、まあ、日本人も買うし、一気に爆上げするんですよ。で、今ね、ちょっと、マーケット的には、まあ、ニュートラルな状態になってて、まあ、僕のポジションもね、ニュートラルになってて、ニュートラルポジションっていうのかね、まあ、その中間っていうかね、ポジションをできるだけ少なくしてね、いる状態になります。だから、もうちょっとみんなもね、様子見てもいいと思います。高いところで下手に手を出すより、まあ、下がってね、安くなって買った方が、まあ、お得というかね、思います。別にそのね、例えばこう食品とかね、食べるものだったらね、今日ね、買わないとお腹空いちゃうとかあるけど、株とかね、の場合、別に今買わなくても、今日買わなくても、別にもっと安くなって買ったらいいわけで、まあ、それでなんか生活をしている人以外はね、以外は別にいつ買ってもいいわけなんで、なんだろうな。そういうね、いつ買ってもいいから、別に今買う必要ないじゃんっていうね、そういう思想をまあ持ってもらった方がいいかもしれないですね。はい。ということで、まあ結構ね、投資パンダでやっていきます。
このパンダ可愛くないですか、この鼻。これ絶対パンダじゃないですよね。犬の鼻ですよね。まあそれはどうでもいいんだけど、まあ今日はそういうことで、まあ、投資の基本をね少しお話ししました。まあ日本株がね全部悪いとは言ってるわけじゃないんだけど、僕も一部持ってるんだけど、ただあんまりおすすめではないですね。うん、まあその理由はね別の動画とかでも話してるので、そちらを見ていただければと思います。今日は最後までご視聴していただきありがとうございました。ぜひね投資系の動画面白いなと思う方、チャンネル登録していただければと思います。あとね婚活系 YouTuber もやってます。いろんなことやってますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。